ドジャースの大谷翔平投手29が4日、日本時間5日のダイヤモンドバックス戦に1番 DH でスタメン出場5日の30日の誕生日を翌日に控え20代最後の日4球で出塁した初回に今季17個目の盗塁となる3投を決め松井和夫を抜いて日本選手単独2位のメジャー通算103盗塁を決めたが その後は今季2度目の3打席連続三振を喫して3打数無安打に終わった。チームも3対9で大敗して2カード連続で負け越した。初回の第1打席は速球とナックルカーブを交えての配球。2ボールから見逃しと空振りで追い込まれたが、フルカウントからの6球目の外角速球は外角低めに外れて一塁へ歩いた。2番の T、ヘルナンデスが安打でつなぎ、無視1、二塁。 フリーマン、パフェスが倒れて2死2となったが、ヘイワードの打席で1 1からゲーレンのモーションを盗んで今季2度目の3投に成功した。これで松井和男を抜き、日本選手単独2位となるメジャー通算103盗類を記録した。第2打席は3回の先頭打者、2球であっさり追い込まれると、カウント1月2日からの4球目のナックルカーブに空振り三振。保守のミッドからボールががこぼれたが これに気づかなかかなったのか一塁へは走ろうとせず三塁側ベンチへ歩いて戻った4点を追う4回にバーンズの2点適時打などで3点を返しなおも西一塁で大谷が第3打席を迎えた大谷の打席で一塁走者のバーンズが二刀を成功させ得点圏に走者を進めたが大谷はカウント1月2日から胸元の速球を見逃して2打席連続三振に倒れた 7回先頭で迎えた第4打席は2番手のマルティネスとの対戦フルカウントから6球目のスライダーに対してバットが空を切り3打席連続三振に倒れた1試合3三振は今季5度目だが3打席連続三振は今季2度目となったこれで6試合連続三振この6試合のうち28打席に立ち12三振と三振数の増加が気になるところだ